田中茂実は、元テレビ朝日の女性アナウンサー。東京都出身。整形高等学校を経て、整形大学を卒業した後、1989年、入社。長年にわたり、ヤジウマワイドに出演していたが、原稿を読む際によく噛んでしまうなどのチンプレーを、たびたび見せており、司会の吉沢和彦から冷たい突っ込みを入れられる、こともしばしばであった。 そういったやりとりを面白がった、ヤジウマワイドの視聴者が、雑誌、t v ブロスの読者ページに、毎週のようにそのチンプレイぶりを紹介したため、今週の茂みなるコーナーができるほど一部では人気となった。なお、団塊の世代を、団コンの世代と誤読したのは、有名な逸話である。さらに、X ジャパンを、メジャパンと誤読したこともある。 三井物産の社員と1992年に結婚。夫のアメリカ夫人により、主婦業に専念するため1999年9月に退社した。退社後の2000年、ちょうどアメリカの彼女の滞在先で事件が起きた際、頼まれて、ヤジウマワイドにリポートで出演したことがある。2020年現在、テレビ朝日アスクアナウンススクール講師などを務めている。ありがとうございます。